フィールドスパニエルは、イギリスのイングランド原産のスパニエル犬種である。本種の用紙は、他犬種に比べて、実料タイプのものと小タイプのものとでは大きな違いがある。本種が誕生した初期の頃、本種と国家スパニエルはもともとサイズ以外の違いが、ほとんどなく、同一の犬種として取り扱われていた。しかし、時が経つにつれて、次第に、スパニエル種の犬種の区別、 分類が行われて、本種とコッカースパニエルは別の犬種として扱われるようになった。これによりそれぞれの犬種の違いが顕著になり、両方が独立した剣種として発展した。ちなみに、この後、コッカースパニエルは実量重視型のイングリッシュコッカースパニエルと、アメリカ合衆国に輸出されて改良され、ドック上重視型に変化したアメリカンコッカースパニエルに分化した。 フィールドスパニエルが担っていた役割は、フラッシングという仕事である。日本ではあまり聞き慣れない詩役であるが、これや、セッターなどの数種類の調量用詩役形態を、ひっくるめて、調量犬ということがある。フラッシングは、本種の他にイングリッシュコッカースパニエルやサセック、スパニエルなどが担っている。主人と共に鳥を捜索し、発見すると鳥の木を引いたり飛び立たせたりして、 それを主人に銃で撃ち落としてもらい、落ちてきた鳥を回収するというのが、フラッシングの仕事の内容である。種類によっては、最後の回収を行わない場合もあるが、本種はきちんと回収を行うことができる。何百年もの間、本種はこの仕事を充実にこなし、仕事熱心であったため作業権として重宝されていて、大切に飼育されていた。19世紀になると本種は、 消毒具としても使われるようになり、商用に改造され用紙が変化したタイプの犬が誕生した。だが、すべての犬が商用に作り変えられたのではなく、半数の犬は愛好家の要望により元からの用紙や能力を保った実用タイプの犬として生き残ることができた。しかし、一部の小タイプのものは、次第に改造がエスカレートしていき、既形の個体を使った。 戻し後輩も行われてかなり犬質が悪化してしまった時期もあった。そのため、本種全体の評判に悪影響が出始め、小タイプの19世紀後半になると、真剣なブリーダーと愛好家の手によって、小タイプの犬の犬質改善が行われた。小タイプの犬に実量タイプの犬や、アメリカンコッカースパニエルなどの血を導入して改良が行われ、健康を取り戻すことができた。 一時は、頭数が回復し、人気も戻ってきたものの二度の世界大戦の、戦火によって頭数は再び減少し、一時は両、タイプを合わせても、直径の子孫が四頭だけになってしまうなど多大な、被害を受けた。戦後は、なんとか他県種の血を借りて生き残り、頭数がいくらか回復してからそれらの血を取り除く、ことにより純粋な本種が復活した。不思議にも、 公認犬種として登録されている犬種で、現在は、ほとんどがペット及び小ドッグとして飼育されている。実、両タイプの犬も、両犬としてだけでなく、ペットとして飼われることが年々増えている。近年起こっている、犬種ブームにより、小タイプの犬の人気が若干薄れているが、両タイプともに愛好家を多く得ているため大切に保護、されている。ただし、現在も、 非常に希少で珍しい犬種の一つであることに変わりはない。気質の通り本種は世界的にかなり希少な犬種であるが、実は過去に日本にも輸入されたことがあった。近年は国内登録が行われていないが、2003年に登録が行われた。用紙は実量タイプと小タイプのものとでは異なっている。実量タイプのものはマズルが長く先が尖っていて、 耳と胴が短く、足が長い。小タイプのものはマズルが短く、先が丸くなっていて、耳と胴がやや長く、足が短めである。耳は垂れ耳で、流れるような飾り毛がある。尾は垂れ尾だが、短めに暖をすることがある。コートは柔らかく、少しウェーブがかったロングコートである。毛色はゴールデンレバーまたはブラックで、胸にホワイトのパッチがあるものもいる。 体高44から48センチメートル、体重16から23キログラムの中型犬で、性格は優しく忍耐強く、攻撃的な面がない。見知らぬ人に対しても、攻撃的な態度は取らず、距離を置いて控えめに接す,する。他の犬や猫、子供などとも遊ぶことが大好きで、とても友好的である。ただし、しつけの飲み込みは、少し遅く。 根気強いトレーニングが必要である。このことを除けば飼育がしやすい犬種で、集合住宅でも飼育が可能である。ありがとうございます。